とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しい金武器、入手しました。これ、達人の刀、250の金色です。で、金色スキルが、敵の攻撃力を下げる、レベル3。どう？敵を弱体化させて 40% ダメージを軽減するのよ。で、それにさらに、このアイアンハンドアミュレットつけとけば、もうものすごい軽減率だと思う。で、そこに回復のトーテムで HP を回復させていく。これ完璧じゃないですか。うん、すごいいい感じだと思うんだけど。で、スキルじゃなくてエンチャントね、がこれになってます。エンチャント若干微妙だったんだな。爆発、エーリー、輝き、です。まあまあ、とりあえずどんな感じになるのか、見てみたいので、どっかに行ってみよう。ではまあ、いつもの、モーに行きましょう。ここもね、大体はもう走り抜けて、クリアするんだけども、もうガチでじゃあちょっとやり合ってみようか。あ、全然いけるぞ。お、全然いけてる。いや、余裕余裕。爆発もいい感じで入っていくから、あ、いいね。え、余裕余裕。ダメージはね、もらうのよ。もらうけど、弱体化と軽減が効いてて、全然いける。これは、え、ある程度囲まれても楽勝だよ。おお、爆発もあるしね。その時は。これ楽だ。楽楽。ちょっと待って、一回わざとちょっと囲まれてみよう。結構減る。結構減るけど、前だったら本当に一瞬で終わってたところが、終わらない。すごいぞ。これ、場所をさ、しっかり押さえていけてれば、勝てる。ちゃんと、壁を背にして戦って、周りを囲まれないようにすると、全然、大人数に囲まれてもやれる。え、来なさい、来なさい。おお、まあまあ、これは攻撃力アップが効いてるからね。うん、楽勝だったんだけど。そうじゃなしにしても全然いけるぜ。ああ、気持ちいいね。ここまでやれるとなると、気持ちいい。ああ、なるほどね。エンチャのやつですか。エンチャのやつらの攻撃も、全然、クイックが入ってても、いけてる。あ、ミスったミスったミスった。クイック入っても全然やれるわ。はい、行きなさい。クイック3体ですか？余裕！これは、なかなかいいぞ。しゃあ。はい、わざと囲まれても大丈夫。弱体化と、軽減の力。これすげえぞ。あ、これ、やけどはやばいか。やけどはやばいぞ。あ、しかも霊気かよ。なんか遅いなと思ったら霊気食らってた。あ、全然、死ぬことなく、ボスまで来たね。ボスは、あれだな。こっち使っていかないと、ダメでしょう。うん、これで、もう、もろにやり合ってみようか。あ、ミスった。攻撃力自体はね、多分あんまねえんだ。うん、火力はそんなない。全然効かない。嘘でしょ。まあ、ドラでね、さらに弱体化してるっていうのもあるけど、こいつの攻撃がこんなに効かないなんて。え、これすごいよ。これ、ほんとすごいよ。
がっつりね、あの一発でやられるぐらい効くんだけど、それが全然減らないっていう、素晴らしすぎる。これはすごい。うん、なかなかいい武器入手しました。ちょっとね、やっぱりエンチャントが微妙なところではあるのかな。でも悪くはないのよね、悪くはない。なのでこれは一応持っときます。うん、高難易度で意外といける。うん、いい武器入手しました。達人の刀パワー250の金色装備、はい、これはなかなか良かったので保留ということで持っておきます。ではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。